だから、竹さんハートありがとうございます。去年、サムサムの、あのー、撮影会の時に着てた。悪魔のコスプレを持ってて、いただいたんですね。あれ、あれか。普通に、こう。あのー、U. S. J. とかね、そういうとこでの。 耳系なのかそれに合わせて服もまあ何かしらでするかなんかど,どういうのがいいですかいやガチやりたいんやけどねちょっとこういうやつねこういうやつが作れんのよねあのあれなんてこれあの傷みたいなのが、うん、悪魔新聞さん楽な方でいいよ優しい。 え、悪魔、うーん。そうだね。何がいいかな。悪魔がいい。<laughs> 耳系も、えっ、ー、と。なんだっけ。あの、あれもあるんですよね。ションドイさん。<laughs> ハートありがとうございます。ケンさんもハートありがとうございます。あの、あれもあるよね。動く耳。 ウサギのみたいなやつもあるんですよね。そうそうまあ何かしらやろっか。とりあえず何かしらあのー、考えておきますね。うん。でも悪魔が多いかな。悪魔が多いですね。まあ悪魔やってもさちょっとあんまり見えんかもしれんけどまああのとりあえず。 あの悪魔の服探して <laughs> まああると思うんですけどねその着れる感じやったらあの着ます <laughs> 着れる感じやったらお洋服探すところからねマブーさんハートありがとうございますいや姉妹コんとるっけいやなんかね普通におっぴろ芸人置いてはおるんやけど あれは着れは着ない説あるんいやどうやったっけと思ってなんか結構さ衣装とかってその場しのぎでこう衣装さんにやっていただいてるやつとかあるんですよたまにね生写真とかそうなんやけどこう実は後ろでこうなんかサイズをこうギュッと絞ってたりとかそ,れ <laughs> その場しのぎいうなあのソーリーソーリー。 ななんんていいうううのかなまああるんですよ結構そういうのだからあれピッサイズぴったりやったっけなーって思ってあのー、悪魔のやつねそうそうだからちょっとそれをが大丈夫やったら「ひろくん君もハートありがとうございます」無理にそう洗濯ばさみ <laughs> 洗濯ばさみよりちゃんとしたやつではあるけどなんかそういうのでパチンって挟んだりちなみに、ね、あのー「小悪のセットアップ来たやん私この前チェックの。 あれの時もジャケットで見えんけんズボン後ろでパッチンしてた <laughs> なんかあれなんていうっけなんか書類とかを挟むやつでプシャってやってましたね <laughs> なんかゴムじゃなかったんよあれウエストがうんゴムじゃないかったんですようん野田さんハートありがとうございます安全なんていうほらさクリップそうクリップクリップなんかさ黒黒いやつあるやん黒いよくやるやつよくあるやつ あ、ごめんなさい。結構これ裏話ですね。生写真とかは結構なんかどうにもなんない。やつはこう補正してやってもらったりとかってやってますね。うん。大好きさん、どんちゃんハートありがとうございまーす。そう、クリップやな。こう先生とかが使ってるようなクリップです。そうそうそう先生とかがさ。あ あ私小学校の時にねめっちゃどうでもいい話しないけど小学校の時になんか先生が使いよった赤ペンがすごい欲しくて探したことがあったなかったなんかね色が絶妙でそれでこう、丸をしてるなんか音えわかるわかるそうなんかあの、丸をピュッピュッピュッってしてるあの音もえ、めっちゃ分かってくれるやんやばそうめっちゃ欲しいしかもその。 私はもうその先生がが持っってる赤ペンが欲しかったよもう色も音も絶妙でインクの出方も絶妙でなんかもう「いいな」みたいになっとったよ。えめっちゃ分かってくれるやんみんなそんなに、うん、で「うわ欲しい欲しい」って思って結構なんか文房具屋さん行ったら探したりとかしてました。結局なんかちょ,ちょっと色味似てるぐらいのやつでやってましたね。どちゃんハートありがとう本当に あのー、家でこう紙にひたすらピュッピュッピュッってこう丸丸付けをするっていうのを一人ですごいやりよるぐらいめっちゃ欲しかったよ。なんかね小学校の時その先生が使ってたのはなんか真っ赤じゃなくてちょっとサーモンピンクっぽい色やったんですよ。でその先生めっちゃ字綺麗やってその先生がそのペンで書く コメントとかもめっっちゃ好きやったのコメント書いてる音とかインクの出具合なんかインクの出具合がすごい好きでそう猪さんハートありがとうございますえ本当にねサーモンピンクやったなんかねサーモンピンクっぽい色でしたねちょっとこれの色似てるわこういう感じの色でしたなんか赤って感じじゃなかったんよ結構 ピさん小学校の先生字綺麗よねそうなんよやっぱさあれなんかな分かりやすい読みやすいようにっていう <laughs> まあ先生ってみんな字綺麗かいやでもそうでもないんかなえ字汚い先生とかおるんやろか読めん字の先生とかいました私よったかなでも小学校の先生って比較的字綺麗ですよねうん偏見かもしれんけど男の先生で綺麗な字書く人すごいなーって思っとった 男の人で丁寧な字を書く人って器用やなみたいな私もねたなんか高校はおったんかなって気がする小学校は絶対ねうん綺麗いのなんちゃん今の担任の先生手くそうです大変やな担任の先生が時間割とか書くっけどうやったっけまあ担任の先生の字大事やで ヒロくんも音符ありがとうございますあ、大学の教員は来たのじゃあ、あの徐々にランクがこうダウンしていっちゃうのかな小学校が最上級なんかもしれんねうんあるよね、そういうのみりりん、うますぎて読めないジロン先生いったどんな字なんやろ私は、あの発音良すぎて聞き取れない先生はいましたね <laughs> いや、てかあのさ、あの英語のテスト の聞き取り問題、もうマジで発音良すぎてなんて言うのか分からん <laughs> みたいな感じやか逆にその日本人の先生が分かりやすくこうあの分かりやすハ <laughs> Hello e v e r y e みたいな感じで喋ってるやつやったらまだ聞き取れるじゃないですかもう本家ってさめっちゃ聞き取りにくくないもうなんか聞き取らそうとしてないやんみたいに思うけんそう。 もうディスニングの時うわきたってなって私目つぶって「ちゃ」ってなってましたねいつも「いや分かるかー」とか思いながら何、うん、<laughs> て言うんかななんかこう <laughs> みたいな感じルみたいなルル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  笑いようかと思った。これ全然笑ってなかった。お母さんは今抜け殻になってます。<laughs> 抜け殻。そうなんですよ。ミスニングは苦手でしたね。いやー。リオン発音はね、そういい方ですよ。発音だけはね、うん。お母さん、柴田さん燃えつきちまったか。そ <laughs> う燃えつきちまったらもう燃え燃えたんかすら分からんけど。<laughs> あ、りゅうしくん、久しぶり。こんばんは。ジェロさんもこんばんはでーす。かなちゃんにおか、お母さんお疲れ様ですって。みんなお疲れ様ですって。お気持ちいい、お察ししてくれとる。グラさんもこんばんは。ありがとう。来てくれて。お休みタイムかな。逆に全然、ね、眠くはないよな、全然。そう。ちょっとこの後ココアでも飲もうかなと。うちの家に、ね、はほうじ茶ラテと抹茶ラテとココアが。 揃ってます飲んで私毎日飲んででるもうすでに今日ねカーペットに帰えたよもう寒かったけんそうなさんそういや鼻声大丈夫かいいや折ったんよなんかでもすごいよ鼻がやっぱね予防接種してきました予防接種してきました予防接種してきました今日。 いや今いやワシにとって今年の冬大事な時期やけんイージできるよ予防接種まあ去年お金払わずに出ていきそうになったけどできるんよちゃんといやそういやここへ出ようと思ってこういうのはねえ泣か,か, <laughs> かんかったいやすごい泣かんかったってめっちゃ聞くやんいやこれ言わせてほしい泣く暇もなかったんよもうほんとにでもねいや予防接種もちろん好きじゃないんやけど 私結構いあのかかりやすいタイプなんや,やっぱ体が弱いけんさかなりで今年の冬は大事やけんさもうそんなねあのかかり寄るような場合じゃないけんそうかかったらウントとわって行ってもうねすごかったよなんか病で終わったもう本当に病で終わったなんかなんか私はちょっとそういうのってね「えやちょっと待って!」 はすごいけどさせてください。<laughs> みたいなタイムがそういう時間が欲しいんですよ。でも、もう、そういう時間も、なんかもう、はい、右手、左手、もうどっちでもいいんで、あの出してください、みたいな。えあえー、っと、じゃあ、左手で、みたいなはい、あもうちょいまくってもらって、あははい、はいあ、はいあ、はい、いきますよ。いや、いやいきますよもうなかったな。うん。いきますよもうなかった。力抜いてね、ピッとー、みたいな感じで終わり。 <laughs> すごかった、うん、そう<や>私は <laughs> いやいやいやいけますよもう分かったっ今今見始めたよのバレバレお母さん <laughs> そうそれねめっちゃ秒で終わったでもなんかなん,なんかねこんな痛みやったっけって感じしかもねまだ痛いんですよこんなんやっけ なんか今もすごい痛くてその今日は運動しないでくださいって言われてるんやけど本当にちょっと動かしただけでなんか痛いんですよそう痛いなんか,かこんな感じやったっけと思ってうんなんか痛いんやけどなんか痛さが思っとったんと違ったなんかチクって感じじゃないんよね佐藤さんありがとうこんばんはごめんね今日ちょっと短くてもうすごあの15分。 だったら終わっちゃうんですけど。そうめちゃめちゃい痛いというか、そう、硬くなってね、なんか痛かったですね。そうそうそう。まだ十三分か。十五分の出たら終わりますね。で、なんかね、そう。いい。 痛,痛かったんやけどなんかこうどなんかどドロドロってなんかドロドロってこう入ってくる感じの感覚があってでね私今、まあ、また痛い話をして申し訳ないんですけど、まあ、手術の時に麻酔をこうあれなんですよなんかテロップを警戒することを覚えてるなんか思っ <laughs> 前の恐怖があるから絶対ここ表示されてからにしようと思っていやでねあのね 麻酔を結構頑丈に打った部分があったんよ。そう麻酔の時が一番痛いなんかねなんかこうなんて言ったらいいんかな背中から打った麻酔があったんですねその時に。でそれ,それの感じに似とって今日のやつがうわうわな懐かしいじゃないなんかうわこれあれやん気持ち悪いってなったなんかなんかググググって押されてる感じなんか。 なんかチクって感じじゃなくてこうグーって押されてる感じがするんですよごめん痛い話してだからそう麻酔がね痛かった全身麻酔したんやけどねその前にも強力な麻酔をこうその手術する一部分にこうより麻酔打ったんですねだその時ってさ全身麻酔が効いてないけんさい痛いやんかでもなんか。 で、その時は背中やったっけん、なんかすごい、ほんと背中をこう、押されてるような感覚があったんですよね。だから、なんか、チクってやつより、これ結構強いなって思いましたね。うん、そうそう。ねいや、しょんどいよ。これ、本当にしょんどかったですね。そう,そうそう。いや、背中の痛みってなんか耐え難いよね。なんか背中に痛みくるっていうさ、なんか、ことあんまなくないそう、だから。 ありますよねっ表示された嬉しい表示されました8日目配信8日目配信とかめっちゃ最初やん違う違う違う、えっと、108日目配信いいえい,えいありがとうございますじゃあちょっと短くて申し訳ないんじゃもうでもあの明日はねなんかちょっと、えっと、違う人で配信しますので違う人 悪魔なのか耳を生やすのかなんなのか分かりませんがまあなんかすると思うので待っててくださいはいじゃあありがとうございましたまたね明日まあ、考えとくちょっと考えとく配信は夜になると思います楽しかったありがとうありがとう私もめっちゃ楽しかった癒されたよみんなあれあれあおしてた じゃあね、ありがとう、みんな、おやすみー。